週間のお天気をお伝えします。月曜日以降は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪が降ります。特に火曜日は低気圧の影響で北日本の日本海側やオホーツク海側、北陸を中心に大雪や吹雪となる可能性があります。水曜日には一旦冬型緩みますが、木曜日以降はまた冬型の気圧配置が強まり、積雪の増加が予想されます。また太平洋側の地域では1週間を通して晴れる日が多くなります。全国的に寒い日が続くため、風邪をひかないよう暖かい服装でお過ごしください。以上、週間のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。